お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日はね、レオパの動画ではなくてうち、にいるクレステッド月光のね動画をお届けしたいなと思います。この子はね、先月だったかな、いや先月じゃないか、今月の頭かな、ちょっと覚えてないんですけど、つい最近お迎えした子でして、でモルフはねハーレクイーンっていう名前のモルフになります。まだねオスかメスかっていうのはよく分かってないんですけど、多分オスなんじゃないのかなと思ってます。でこちらはね、餌皿に置いてるデュビアを狙うシーンですね。で普段ねこの餌皿にデュビアとかコオロギを置いておきます。でこれはね、餌皿に置いてたコオロギを食べてるシーンですね。でこういった感じでちょっと弱らせたねコオロギデュビアを置いておくと勝手にね食べてくれるんで、非常にいいレオパと違って楽なんですけれども、普段ね僕このクレスには生き餌しか与えてきてなかったんですよ。で今回ねこちらのレパシーというね、人工飼料をあげていきたいなと思います。でこれクレステッド月光用の人工飼料で、水をね加えるだけでなんか練り餌みたいな形になって、なんかこれだけで障害飼育ができるという、まあ、そういった話なんですけど、実際何が入ってるかちょっと見てみると、なんかバナナとか、パイナップルとかマンゴーとかで、まあなんかココナッツミールとか書いてたんですけど、まあなんかいろいろ入ってるらしいと。で大体この粉の体積比でいうと約2倍の水を入れて混ぜるといいらしいですね。でちょっとこうとろみがあるぐらいで、数分したらか粘り気が結構強くなってくるらしいんで、まあ、とりあえずこれをね試しにちょっと一番小さいサイズを購入してね、あげてみようかなと思います。でまあちょっとね食べるかどうか僕自身初めてあげるんでわからないっていうところもあるんで、一旦ねなんか適当にペットボトルのキャップになんか少しだけ出してね練ってみて食べるかどうかを試してみたいなと。でこのスプーンはね付属品じゃないんですけど、まあ、こうやって粉とか取るときに便利なんでね、なんか家にあったの適当に持ってきました。でまあなんかお試しなんで軽くね入れて、霧吹きとかでねちょっとこう2倍の水をね入れて混ぜると、こんな感じですかね。ちょっとこう水気が少し足りない気もするんですけど、まあ一旦これであげてみたいなと思います。食べるのかちょっとね邪魔なんで、一応この隠れ家を溶かしてあげていきたいなと思います。お、これ食べてんの？ん？これは食べてるのかな。まあでもなんか反応はしましたね。でほんとね今までコオロギとデュビアしかあげてなかったんで、お迎えしてからここ 3,4 週間ぐらいかな、1ヶ月ぐらいかな、なんで人工飼料ねクレスがどれくらい食べるのかってのよく分かってないんですよ僕自身。ほら食ってみろ、反応はしますね。で舐めてはいるけど、舐めてはいるんだけど、これは食べてるって言っていいのかわからないな。このゆっくり動く感じがね可愛いっすよね。ゆっくり動きながら急にスピード上げるっていうね。いやでもほんと反応はしますね。やっぱいい匂いとかするのかな。でもなんかこうがっつく感じはしない、なんか振られてる気分になりますねこのなんていうのかな、お腹のこの側面のこの模様がかっこいいですよね。なんか炎みたいな感じで。食べるかな、舐めてはいる、うん、けどなんか慣れてないのかあんまり反応良くないですね。どうなんだろう。ぜひね、クレス飼ってる人で、同じ人工飼料あげてる人がいましたらね、なんかどういう感じなのか教えてもらいたいですね。コメントとかいただけたらめっちゃ嬉しいです。こいつがすぐ逃げるんだよな、本当に。で、そして毎回毎回ね、戻してあげると。食べるか？いや、なんか、ぷいってね、よそ見しちゃって。あんまり反応良くないっすね。昆虫ばっかあげすぎたのかな？あ、今ちょっと食べた？食べた？食べてる。ちょびっとやな。これほんと作るの少しでよかったな。これ下手して結構多く作っちゃったらもう大半捨てることになりますもんね。で説明書になんか24時間ぐらい経ったらもう廃棄してくださいって書いてたんで、これねこんなちまちましか食べてくれないんだったら結構ね無駄に消費しそうで怖いっすよね。
舐めてはいるんだけど食べない。スプーンであげるから良くないのかな。なんかちゃんとね、壁とかに設置できるあの餌皿というか売ってるじゃないですか、マグネットで壁面につけれるやつ。ああいうのに入れてそのままそっとしとくと食べるんですかね。なんかこういまいちね、今回お試しで人工飼料を与えてみたっていう、まあ検証なんですけど、あんまりうちの子はね食べが良くないというか、まあぜひね、なんかこうもっとこうした方がいいよとかアドバイスあったら教えてもらえると非常に嬉しいです。まあこんな感じでクレスのね、動画も今後上げていくので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。